白雲の章、飛竜の説、呪事師の野。天に轟く声で飛竜の群れが鳴き合うと、澄み切った空を裂いて越冬のため南へと去ってゆく。その勇壮な姿を遠く見上げながら、子供たちは冬支度を手伝う。木々に分け入っては薪を集め、川に糸を垂らしては魚を釣り上げて。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム風化雪月、続きをやっていきたいと思います。5000円、だいぶ給料上がったね。マジで昇格早い。イングリッドの様子が気になる。会いに行きますか。会いに行こう。お父様もしつこいわね、こんな手紙ばかり送ってきて。あ、先生、申し訳ありません、気づきませんでした。いや、気づかないように来たからね、当然だよ。それは捨てていたのは手紙。これはその、そうですね、父からの手紙です。捨ててもいいの。まあ、お父さんからの手紙だからね、大切なものではないのか。はい、けれど私には不要ですから。それに大した内容も書いてありませんしね。読みたいですか、先生。読みたいというのならどうぞ。いや、別に大して読みたくないんだけど。我が娘イングリッド、元気でやっているだろうか。周囲に迷惑などかけてはいないか。私の方は順調だ。子爵霊族との縁談もそろそろまとまるだろう。だがガルグマク大修道院にはより条件の良い相手が数多く、我が家の存続はお前の結婚にかかっている。お前は我々の希望なのだ。それを決して忘れぬように。完全に政略結婚だな、縁談。はい、笑いの種くらいにはなったでしょうか。笑わんよ、そんな、こんな真剣なの。以前先生には少しお話ししましたね。私の家は裕福ではなかったと。私の実家ガラテア家は同盟領のダフネル家から分裂して生まれた家です。新参ながら王家よりご恩を賜り、他の名家に劣らぬ待遇を得ましたが、領地は貧しく不作続き、いつしか血も薄まり、父にも兄弟にも紋章は現れず。だからこそ紋章を、家を継ぐ資格を持つ私は父から希望と呼ばれていました。紋章を欲する貴族は多い。大貴族との婚姻で援助が得られれば財政も楽になる。道具扱い許せん。上だな。ありがとうございます先生、その言葉だけで私は救われます。けれど父も私が憎くてそんなことを言っているわけではないのでしょう。それがわかるからこそ私は。すみません先生、今日はこれで失礼します。支援 B か。そりゃ他の人たちの支援あげてねえや。これ他の人たちの支援あげないとさ、先進まないよね多分。今節はいよいよグロンダーズ呪事師戦か。鍛錬の成果を見せる時だな先生。すっかり忘れていたって、両方忘れてた系じゃねえか。レア様やセテス殿から聞いていないのか。聞いていないのなら俺から説明しよう。グロンダーズ呪事師戦はいわば大規模な学級対抗戦だ。毎年飛竜の節に開催される。学級対抗戦といえば大樹の節にやったな。覚えているか先生。いや、それは覚えてる。戦いの舞台は帝国領グロンダーズ平原、つまり
大修道院の外に出ることになる。実戦形式の模擬戦闘でより多くの敵を倒した学級が勝利する三つどもえの戦いだ。殿下、今年は確かマヌエラ先生とハンネマン先生が。ああ、そうだったな。前節の一件でマヌエラ先生は参戦を見合わせるそうだ。それならばとハンネマン先生も参加を取りやめるとおっしゃっていたな。おお、そうだね。自分だけ出んのもなんかあれだよね。じゃあ俺も出なくていいよ。気を使わなくていいのよ先生。あなたは生徒と一緒に楽しんでちょうだい。マヌエラ先生、もうお体はよろしいのですか？あなたたちのおかげでね。でも無理をして倒れでもしたらみんなに悪いから。ならばやはりグロンダーズ呪術師戦は我々は不参加とするよ。だからといって簡単に勝てると思わないでくれたまえ。その通りよ。この数節私たちも生徒をみっちり鍛えてきたんだもの。そうだね。やはり不公平だな。あら、あんまり油断しているようだと私の学級が簡単に勝ってしまうわよ。生徒に教えるべきことは全て教えてある。遠慮は無用、全力で挑んできたまえ。今日はまた、今日っていうかまだ今日になってねえし。お、上がる上がる、めっちゃ上がるね。両断、理解が深まった。やり殺し、要点をつかめばこっちのもんさ。剣殺し、理学3、だいぶ慣れてこの感じ。理学4、覚えと得るものがありましたわ。レスキュー、あれフレン、そういや、そうか、生徒になったのか。シルバンとイングリッド、上空警備3周分行いました。そんなに行ったの。天帝の剣自動修復され耐久が20になりました。前節がなんかすぐ終わっちゃったからね、ダンジョン行って。さて今日はそれなりにありそうだね。弱き者の戦い、え、これなんだ、持たざる者たち、王国貴族、結婚余分みたいな、釣り、大地の祝福、収穫祭、南と東、ま、いろいろ今日は動いた方が良さそうだね。12日はまあそんなに動くことがなさそうなんで、今日は散策をしておきますか。もしそこの方、メルセデスちゃんとのちょっと支援だけ見とこう。おいぼれの話を聞いてはくれんかね。わしは生まれてこの方ずっとこの町で暮らしてきたんだが、帝国で暮らしている娘が手紙をよこして、日々の礼拝は怠っていないかと。あら、こんにちは先生。この方はお知り合い？いや、こんなじじい知らん。あら、そうだったの？てっきり知り合いかと。おじい様、どうなさったんですか？おや、まあ、綺麗な娘さんだ。いや、実はちょっと話を聞いてもらっていてな。お話？あ、もしかして何か困りごとでも？日課の礼拝に行こうと思ったんだが、足を悪くしてしまって歩けるのだよ。まあ、それは大変。よかったらお手伝いしましょうか？町の礼拝堂まででよければ肩をお貸ししますよ。おお、ありがたい。お嬢さんを使わせてくれた女神様に感謝せんとな。ほらほら、先生も手伝ってください。私はこっちの肩を貸しますから。はい先生、お疲れ様でした。おじい様もとっても喜んでいたわね。よかった
誰かの喜ぶ顔を見てると疲れも苦労も吹っ飛んじゃうわよね。それより先生、ずっと不思議そうな顔をしてるけど、なぜ老人が困ってると分かった？なんて言ったらいいのかしら。そうね、慣れているとしか言いようがないわ。慣れてる？そうなのよ、困ってる人たちの顔って見ているとすぐにわかるのよね。さっきは先生もあのおじいさまも二人して困った顔をしていたから、教会暮らしが長かったからなんとなくわかるようになったのかもしれないわ。ほうほう、教会暮らし。あら、先生にはまだ話していなかったかしら。私ね、10年近くファーガスの教会で暮らしていたのよ。教会には困りごとを抱えた人が駆け込んでくることも多くって、私も同じように教会に駆け込んで司祭様に助けてもらったことがあるのよ。ね、先生、私ね、夢があるの。どんな夢？私、将来は教会で働きたいのよね。司祭様みたいな人になりたいの。だけど、なかなかうまくいかないものよね。もし私が紋章を持たない平凡な人だったら、叶った夢だったのかしら。ちょっと悲しいけれど、やっぱりなるようにしかならないのよね。だって私の運命は私じゃなく、すべて女神様が定めるものなんだから。え、そういう世界観なのこれ？自分の運命は自分で切り開く。支援レベル B。 じゃあとりあえずマップを見て、こっちにイベントがありそうだね。上にもあるか。上から片していこう。ん？あ、あとあれか、女神様みたいなのにポイントちょっと使っていきましょう。どれがいいかな。まあ、とりあえず最初こっちから順番に。あ、違う、こいつじゃねえや、こいつ か、 何買いようか。職人、キーホールがちょっと少ないのか。飛行プラス2、それでいいか。1000、ちょうど3000ある。よし、終わったぞ。で、それでいいか。馬術足す2。よし、終わったぞ。で、インデハ重装プラス2。それでいいか。使い切ったけど大丈夫かな。あったぞ。まあいいか。また来てくれ。うん、ここはよく来るよ多分。メルセデスちゃんがいて、あ、こっちか。あ、外だねこれ。で、こいつクエスト受注。実は秘密の手紙を届けよう。預かった手紙を相手に届け、宛先は分からない。勇敢で笑顔が素敵、家族を大切にしている人。受けます。で、さらにこっちももうやっちゃおう。で、これは誰だ。これ一般兵か。どうですかって何か。お願いしたいことがあるんですが。ファーガス神聖王国の騎士団と戦闘演習を行う。はい、さらにこっち、すげえいっぱいいんなここ。先生、人がいっぱいいる。あ、こいつか。ようこそ。大何だ。え、釣り大会。そのかフレンが望む魚を釣る。それだけだ。魚が釣れたらフレンに見せるんだな。え、それだけ。クエスト受注やっとこう。頼みがある。あ、今期限定。え、これ釣りをしなきゃいけないってこと。まあ、いいや、受けよう。50個。そんなに釣るの。釣り大会開催中。はい、
じゃあこれ。ボドラカープ、大きさは大きい。え、何を釣ればいいの結局。なんかよくわかんないけど、とりあえず何匹かは釣ってみた。で、これフレンに見せなきゃいけないのか、釣ったのは。じゃあそれはまた後で行こう。あ、フレン近くにいるじゃん。どこだ、フレンちゃん。先生。あ、いた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 。あら、先生も参加してくださるの？嬉しくて飛び上がってしまいそうですわ。私が食べたいお魚、名前を忘れてしまいましたの。なのでお魚が釣れましたら私に見せてくださいます？贈り物。え、ここら辺釣ったんだけど見せらんねんだけど。ってことは違うってことか。これダメだよね。何、トータセテスニシンみたいなの。珍しいニシンを釣ったんだけど、これじゃないってことか。さらに珍しいお魚がいるってこと。絶対に釣ってみせるぞ。しかし、なぜ一尾も釣れんのだ。おかしい、おかしすぎる。魚に嫌われてるんだよ。そうか、そうであったか。目から鱗が落ちる思いだ、魚だけにな。魚に好き嫌いなぞってたまるか。まあいいや、こいつは。で、あと一応こっちの方もイベントが起きてるんで歩いていこう。頼みを聞く余裕はあるか。あ、これも討伐系か。まあやろう、あとで。で、あとお手紙を届けなきゃいけないんだけど、それが誰だ。こっちの方にいるのが、これがあれでしょ、フレンちゃんでしょ。あ、なんだ。勝手に、あ、トータテスニシン。よし、 OK、 助かった、クリア。こいつは贈り物、手紙、感謝するだけ。依頼者に報告に行こう。こっちか。闘技場とか今何やってる。特に何も書いてなかったよね。ん、こいつ結構端の方にいるな。あれ、どこだ。こっちか。ミミズ5つとかさ、絶対嫌がらせでしょ、こんなの。あと全部討伐系だから、じゃあまた例によって食堂行って、で料理長に話しかけよう。メルセデスちゃん、もうなんか減ってきてんな。あ、トータテスパイク、あれパイク、まあ、いいや、守備1上げとこう。さて、じゃあこれも調べて、ハーブティー、収穫祭開催中、やるか。じゃあオーダーメニュー、ためにはオーダーメニューにしよう。サガルトのクリーム添え、メルセデスちゃん、フレンをちょっと連れてこよう、たまには。まあ、私これ大好きなの。よく知っていたわね、先生。うん、お母様の手料理に迫る美味しさ。これなら毎日でもいただけますわよ。え、お母さんとかどうしてんの。
やる気アップ。あと3回行動できるね。どうしようかな。なんか教えを乞いたい気もするんだよね。ここじゃなくて、あ、モニカって全然話したことなくね。そういえば助けた人だよね。エーデルさん、どう？かわいい。後でまた書庫に。あ、先生、何か用かしら。ごめんね、私去年は卒業できなかったから、今年改めてちゃんと卒業したいの。え、マジでかわいいんだけど。これエーテルガルドのあそこに行ったってこと？何込み、引っ張れないかな、うちのクラスに。ヒューベルとかはどうでもいい。一応剣術大会見てみますか。じゃあ中間試験パス、剣術戦でしょ、フェリックスだな。これ行動力1減るのか。マリアヌちゃん、え、マリアヌちゃんって剣術なの？レベル低かわいそうだけど。弱すぎる。マリアヌちゃんだって剣術じゃないもん。イグナンス、そうか、ここは結構食らうな。次はまとめてかかってこい。エーデルガルト、お前も剣で来んのか。銃、次はまとめてかかってこい。中間試験パスとかマジで欲しい。クロード、まあ楽勝だね。強いフェリックスはやっぱり。歯応えない。あ、まだ決勝じゃなかった、準決勝だったか。耐えられればいいです。俺の勝ちだな。これで中間試験パスゲットって言っても、なんかさ、あの物資って説が変わると補充されるみたいですね。ただ全部買っといて大丈夫なんだよね。じゃあ他なんかやることといえば、教えを乞いたいんで、誰から教えを乞うか。ちょっと待って、ここ誰がいる？どうやって見るの？人物リスト選択か。シャミアさんってさ、なんか教えてくれたよね。カトリーヌとかなんかよ、あれだな。大会はお前が釣った。教員研修、あ、やりか弓か。じゃあいいや。カトリーヌもいるか。ここにカトリーヌ、どこにだ、はい、どちらよ。イグナーツ。あら、こっちではない。リシテア、誰、あ、こいつか。あれ、カトリーヌどこにいる。逆だ、逆サイだった。よ、おお、あ、いた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 。ようやく終わったか。教員研修、馬術覚えたいんだよね。馬術、誰だこの先生は。重装か。そうだ、なんか見た感じ重装っぽいからね。レオニー、ベルナデッタ、リシテア、エーデルガルト、ヒューデルト。一回ちょっとマリアヌちゃんに話しかけよう。マリアヌちゃん、毎回毎回勧誘しよう。失敗のリスク的なものはないからね。下の方ね。ドロテア。やあ、マリアヌちゃん、行くぜ、今俺が。クロード、いた、まあ、ダメだったら支援頼もう。また、あの、呪術戦は私も行かないとダメでしょうか。
え、当たり前だけど、ちょっとここは優しく行こう。修道院を出たくなくて。でも大丈夫です。自信はありませんが頑張ってみます。スカウト。その興味がない。魔力と馬術だからね。自信は全然足りんわ。課題協力、一緒に課題協力してくれんの。あ、贈り物送っとく。物で釣ろう。グレード訓練用とかもいらないでしょ。乗馬、あ、乗馬、馬術が必要ってことは乗馬用の靴あげてみる。ありがとうございます。分かった。ちょっとね、美しい花はちょっとあげてみよう。嬉しいです。え、めっちゃ上がった。やった。そこからスカウトしてよかった。で、俺は魔法もまあ鍛えたいは鍛えたいからね。どうしようかな。先生とかどこにいるの。あ、ここにいるか。やっぱりマヌエラ先生に魔術の教えを請う。あ、マヌエラ先生魔術じゃなくてハンネマン先生に教えを請うた方がいいのか。した。あれ、マヌエラ先生って何なの。じゃあ、君も聞いたと思うが、フレン君の血はただの血ではないそうだね。こんな格別の研究対象がありながら触れることさえできんとは。ああ、セテス君の幻明さえなければすぐにでも調べ尽くすのだが。諦めよう。そうだな、あの堅物を説得する時間で他の研究を進めた方がまだ有意義だ。研究じゃなくて教職員。理学、あれ、理学と魔術って何なの。馬術も教えてくれんじゃんこいつ。こっちをやろう。よし、レベルアップ。理学レベル1。まだまだ学ぶ。もう一回学ぼう。あ、もう一回しか学べないか。じゃあマヌエラ先生のとこに行ってみる。ちょっと待って、ここで。でもマヌエラ先生のとこに飛べないの。どこだった。あ、いた。逆サイにいたわ。これでも腕に自信はあったのに、刺されちゃうなんて不覚だわ。刺されたの大丈夫。しかも相手は死神騎士でしょ。正体は本当にイエリッツァ先生なのかしら。誰にしろこの借りは返してあげるわ。私怒ってるんだから。私危ないからやめとこう。やられっぱなしでなんていられないわ。あなたも手伝ってくれない。お茶会に誘うがある。進行、あ、進行か。才能開花できるから一応ちょっとやっとくか。よし、終わり。じゃあ帰ろう。指導方法は自分でやる。個別指導、まずはメルセデスちゃん。そうだね、進行どんどん上げていこう。グレート、うん、全然上がんねえわ。グッドとかだと。よし、パーフェクト。いや、これ全然ダメだ。全然上がらんわ。イングリッドちゃん、フレンもいけるな。え、イングリッド何やってたんだっけ。ペガサスナイトか。馬術じゃなくて飛行の方か。指導に。じゃあフレンいきますか。フレンも魔法使ってるね。理学をちょっと才能開花させるか。グレート、ご指導の。グレート、なんかさ、やったみたいな姿が似合わないんだけど。あとはやる気のある人でいきますか。じゃあシルバー。騎士は女の子にモテる。言いたいことはわかるけど。お、よし、アップ。なるほど、パーフェクト。あとはディミトリー。ディミトリーは剣術だよね。やっぱり剣術を鍛えていこう。あ、ディミトリーって俺剣装備してたっけ。そもそもなんかずっと槍使わせてた気がするな。
装備の見直しが必要そうだな。グループ課題って何も増えてないよね。何も増えてないわ。聞きたいんだが、剣にしろ槍にしろどれほど技量があっても筋力と体力がなければ使いこなせない。だから様々な鍛え方を試している。どうも物足りない。技を磨く。ああなるほど。すっげえ指導力上がったんだけど。背は高くない。力だってそこまで強くない。弓を鍛える。弓を鍛えてスナイパーを目指す。いいじゃんそれで。全然その通りだよ。みんな俺の指導方法に合ってるな。ここら辺は一緒。ま、そ、パーフェクト。なるほど。ここがなんか一番上がるよねやっぱり。掴めてきたようだ。守り傭兵術。物になってきたようだ。剣術4。上達してきたみたい。12日。え、じゃあここちょっと出撃する。いや26も出撃できんのか。あでも出撃ってさ外伝1しかないんだよね。これ増えないの。外伝いっぱいあるし。フリーもさ、え2月22日まで。あなるほど、期限は全然先だね。じゃあこのちょっとこの2つのクエストこなしたいけどな。まあ、ちょっとこれやるか。こっちからやってこう。てかこの出撃回数ってどうやったら増えんの。これだけ全然増えてないよね行動力。クエストバトルを2つ終わらせて、10月の26日ですね。で1つ外伝もねなんかやっておきたいんでまた出撃しましょう。どれがいいかな。弱き者の戦い、持たずる者たち。これだってあいつでしょ。イングリッドちゃんのやつがいいかねやっぱり。ちょっと王国貴族結婚余分、これやってみましょう。王国貴族結婚余分。あらどうしたのグリッドちゃん、ため息なんてついちゃって。あ先生、それにドロテア。いえ別に大したことではありません。そうならいいけど、いつも眉間にシワを寄せてばかりよねグリッドちゃんって。それはまあいろいろと、何かと悩みの種はつきませんので。うん、今はどんな悩みがあるんだ。え、今ですか。わざわざ話して聞かせるようなことでもないのですが、その実を言うとですね、つい先日
父から手紙が届きまして。あら、ガラテオ博から？いいわね、娘思いの優しいお父様で。それはそうなのですが、内容が問題でですね。どれどれ？あら、縁談の話じゃない。縁談相手か。相手は知ってんのか？面識はありません。名前は聞いたことがあって、商人の身から爵位を得た同盟領の新進貴族だとか。おそらく仮名に箔をつけるため、私の持つダフネルの紋章が欲しいのでしょう。ふん、ああ、やっぱり。まあ、そうでしょうね。どうかしたのですか、ドロテア？グリットちゃん、私この人知ってるわ。歌姫だった頃に言い寄られたもの。ろくな男じゃないから絶対にやめといた方がいいと思う。ですが、多額の持参金を用意してくれると言っていますから、多少のことには目を。完全に金で買おうとしてんじゃん。持参金の出所を聞いたらグリットちゃんきっとひっくり返っちゃうわよ。え？あなただって血にまみれたお金で家を建て直したくはないでしょ。ま、噂の息は出ないけどね。調べた方がいいと思うわ。先生はどう思います？調べに行きません？今すぐ行こう。外伝戦闘へ。すぐには無理。準備に戻る。いや、もう行こう。決まりね。それじゃ学級のみんなに相談しましょう。私は、わかりました。じゃあマップ配置をちょっと見ていきますか。これでなんかマップの拡大ができるんだよね。あ、宝箱あんじゃん。宝箱があって、なんか溶岩地帯だな。てか敵いなくね。ここも宝箱。宝箱はね、もう鍵開けのできるやつで開けていこう。こいつだけ？こいつ一体？いや、そんなわけないよね。いや、絶対出てくるし。まあ、ちょっと敵配置もわかんないんで、このまま行きますか。敵の全滅またはイングリッドが目標地点に到達。敗北はイングリッドまたはドロテアの敗走。もう、調べれば調べるほど悪事の証拠が出るわ出るわ。そんな簡単に証拠つかまされてんの？爪が甘いな。本当にそうでしたね。とにかく今は大修道院に戻って。へへへ、待ちなガキども。出てきたね。おとなしくそこの女を差し出すんだね。ちょっとばかり用があるんでね。私、まさかあの男が。面倒事になる前にグリットちゃんを捕まえてしまおうって魂胆でしょうね。で、真実を知る私たちを始末すれば、悪事の証拠を持つ者もいなくなる。グリットちゃんは絶対に渡さないわ。さあ、急ぎましょう。てか、なんでこの溶岩地帯で奴らの狙いはグリットちゃんよ。彼女だけは絶対に守らなくちゃ。逃げしゃしねえよ。イングリッドが目標地点に到達すると戦闘に勝利できます。ゴロツキの魔の手からイングリッドを守り抜きましょう。脱出地点はあそこか。てか、もうイングリッド基本的にもうみんな中級職になってるんで、イングリッドちゃんはこれペガサスナイトですね。まあ、縦横無尽に駆け回れるんで。で、基本的にはどうですね、クエスト戦闘の中身はちょっとダイジェストでやって、メインシナリオの戦闘はまあ全部見ていくっていう感じにしたいんで、まずはアッシュで宝箱開けましょう。キラーアクス強そうだ。報酬は弾みましょう。一刻も早く彼女を捕らえなさい。普通の商人、これ魔術師に見えるし。あの商人が俗に指図しているのね。なら奴を倒せば増援は止まる。いって、何この溶岩
の上みたいなのダメなの、これ溶岩だったんだ、そもそも書いてあるし。噴火口、気候は影響を受けない。いや、このままガンガン攻める。これでいいだろう。とりあえずこの商人が殺せそうだね。やっちゃおう。これで決める。これでいいだろう。あ、そうだ、そこいつ出てないんだよね。副官みたいな感じになってる。で、ここに宝箱があるから、これはなんかなるべくミカミックスで取るか、こいつらが来るのが先かっていう感じだね。こっちから、いやでもここすげえな、溶岩地帯がすげえな。こっちから出していくか。あの宝箱はミカミックスに任せよう。弱すぎる。デビルアックスとか、てかこいつさ盗賊だからさ、すっげえなんか物盗めんだよね、相手の持ってるやつ多分だけど、なんかそんなねスキルがあった気がする。回復させとこう。じゃあこの宝箱開けましょう。癒しの杖、え、どういう効果見れるかな。癒しの杖、魔法による回復の威力を高める杖。あ、いいね。って言ってもね、回復力結構間に合ってんだよね。こんなところに敵が潜んでいるなんて、全く本当にしつこい。結構出てくるね。よし、これで殲滅完了かな。全然血液で十分なんだけど。すげえ上がった。男を上げちまったな。確かに。MVP クエリックス本当強え。やる気最大。外伝に勝利したため騎士団を獲得しました。そんなあんだ。ガラテア天魔隊。あら、グリッタちゃん、お帰りなさい。もうお父様への報告は済んだの？はい、おかげさまで。先ほど大修道院に戻ったところです。連弾はどうなった？今回の件を伝えたところ、すぐに破談にしてくれると。あんなものと縁故を結んでは、持参金どころか逆に家が食いつぶされかねませんから。そうね、本当よかったわ。はい、それから実は父にこれを押し付けられてしまって。お、なんだ、英雄の遺産。はい、道家に伝わる魔装ルーンと言います。魔装っていうところがなんかまた嫌だよね。紋章を持たない兄弟や父にはどの道使うことのできない品ですので、屋敷で眠らせておくよりも娘の身を守ることに役立てた方がいいと。やっぱりガラテア博は娘思いの素敵なお父様なのね。少々頭の固い人ではありますが、自慢の父ですから。ドロテアも先生もいろいろとありがとうございました。何、気にしなくていい。そうそう、別にいいのよ、放っとけなかっただけだから。私のグリッドちゃんを渡すわけないでしょ。あんな紋章が欲しいだけの男になんか。え、はあ、いつの間に私はドロテアのものになったのでしょう。ルーンを獲得しました。持ち物がいっぱいです。ちょっとこれ預けとこう。というところで
じゃあ次回は呪事師戦になると思いますので、今回はこれで終了したいと思います。というところで、じゃあ次回が呪事師戦になると思いますので、今回はこれで終了して次回続きをやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。